いや宇野昌磨選手の亡霊炉がです、ねあのー、ちょっと癖になっちゃって、えー、僕、止まらなくなってきてしまったんで、えー、急遽動画を撮ろうと思いますいや、あのー、今日も朝から、ね、今起きて宇野選手のジャパンオープン、ね、演技見たんですけどもうめちゃくちゃ、あのー、中毒性が、ね、あると言いますかもうずっと見ちゃうんですよ。 ボレドの曲調のとことか,なんかステップシークエンスのとことか,なんかステップシークエンスの途中に、ね、これでこ、ね、うやってふるっとこうやって上を向くシーンあるんですよ。あれね、もうめっちゃ癖になっててなんかやばいですね、僕の中で。はい、で、宇野昌磨選手の,あのボレドを見ていくとです、ねまあ、あのスタミナ対策っていうのを十分してるなって思ってて、えー、それをちょっと僕、発表しようかと思ってるんですよ。 まず今回ねクリームキーイーグルやってないなって思ったんですよ。うん、そうそうそうクリームキーイーグルがないと思って、ね、あれ、あのーまあ、そもそも論として、まあ、これをシークエンスが中盤なんですよね。あのーまあ、だからそこでクリームキーイーグルやっちゃうと後半に4回転フリップとか入ってくるんで、えーまあ、疲れちゃうと思うんですよね足とかくるのでね多分クリームキーイーグルは。だから それをあのところ中盤の中盤のこれをシークエンスところでクリームキンイーグルやっちゃうとまあ多分後半ねスタミナが持たないと思,う思います、うん、筋肉のね酸素とかも酸素が筋肉に供給されるのはそんな早く無理ですからね、うん、だからまあ多分ステファン・ランビエール先生と話し合って今回なしにしたんだと思いますまたあ,あの曲でクリームキンイーグルをまああの入れ でもなんかちょっと入れなくてもかっこいいかなっていうのがあるので、うん、だからまあコレオシークエンスを,のあのを少しこう、まあ、レベルを下げたというかね休憩場所にした感じが僕はしましただからまあスタミナ対策としてはそういう感じだったんじゃないかと思います、まあ、多分それはね、えー、このジャパンオープン始まるずっと前にですね いろいろアイスショーでこの音楽やってきましたからでこの曲聴いた時めちゃくちゃ、ね、体力使うなと思っててだからいろいろ逆に体力をめっちゃ使うっていう風に本人思ったから。あの えー、スタミナ対策を徹底しようっていうふうにね思ったんじゃないかなと僕、えー、先ほど何度もね動画を見て思いましたで特にですねあのフィギュアスケーターがスタミナをめっちゃ使うところって、えー、消耗されるところってスピンなんですようん本当にこれはねやってみないとわかんないんですけどスピンってめちゃくちゃあのスタミナ使うんですよで え目が回んないとかって結構思ってる人多いと思うんですけどあの目が回ってないって思ってるだけで結構あの体の中の内臓とか、えー、頭とかその血流とかって。 こうやってぐる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 長く回されると結構やっぱり順応するのって難しいと思うんですよね。だから本人は目は回ってない。三角筋ですよね。あの耳の中にある。それは慣れてるかもしれませんが回ってないっていう風に思ってるだけで実際体の中の構造っていうのは回ってるわけなんですよ。だから結構疲れって残っちゃうんですよね。で 1、えー、一つのスピン終わってから回復するまでって結構本当は時間かかるんですけどあの時間かかるんでスピン終わった後っていうのは過過酷酷ななんですすよ、うん、めっちゃ、えー、過酷になります、はい、だから、あのー、スピンを結構前半の方になっちゃうと疲れがこう出てきてしまって、えー、中盤とか後半にねなかなかそのえー まで体力持たたなかったりすすると思うんですよね、うん、でこれは昔安藤美樹さんがレイバックスピンとかトリノオ,オリンピックの時とかねレイバックとかビールマンスピンやった後に4回転サルコーとかトリ,プルトリプルループとかやってた時にねちょっとその後半の方まであのね、えー、体力持たなかったかなっていうところがあったと思うので、まあ、やっぱりその最初にスピンやっちゃうとちょっと結構疲れがね 出ちゃうんですよ今は、まあ、昔はね、まあ、スピンがなんか休憩場所みたいなイメージがあったかと思うんですけどとんでもないですもうとんでもないいででですすと、うんん、まあ、ももよちろん,なんかスピンが本当にその演技と同化をしてる、ねえー、ところとか例えば、えー、中野先生チーム神戸チームとか、ね、三原選手とか坂本選手の、ね、演技を見るとなんかそういうスピンが本当ね あの演技の一部のようになっててもう全く目も合ってない感じがするんですけどもう本当はそれはねもうシットスピン終わったらはっはっっていう感じで息を整えてから次の動作に行くんですけど今のね、えー、選手たち見てるともう本当に宮原聡子選手なんてスピン終わった後なんかこう膝をついてうわーっとこういうふうになってトスがありますよね。もうあれやばいですよ本当に あんなぐるぐる回ってあのフリ振り付ーやっちゃうってやばいと思います。うん、うん、本当だったらね。あの坂本香織選手とかイタリアのバレンティナーマルケーの2007年の世界選手権のショートとかでドスンって転倒しちゃうんですよ。うん。 点灯っていうか、フラフラしちゃうっていうのがあると思うんで、まあ、だからすごいんですだからスピンってめっちゃ疲れるんですよ。で、宇野昌磨選手見てると、今回そのスピンの配置が結構工夫,工夫されてるなって思ってて、それはなぜかというと、スピンって3つフリースケーティングであるんですけど、あの、これをシークエンスの前に、まずスピンを置いときました。つまり、スピンの後にジャンプをやってないんですよ、今回。うん。もしかしたら、他の大会でもそういう対策とかね、 まあこれ対策でやってきたかどうかって分かりませんけど、なんとなく僕それ感じました。あのー、まず一つ目のスピンが、え、一つ目の一番最初にやったスピンは、中盤ジャンプ終わった後ですね、4回転トーループ終わった後かな、スピンやったと思うんですよ、多分ね。えー、その後に、あの、コリシークエンスを挟むんですよね。うん。 だから、まあ、スピンやった後にこれをシークエンスをすることによって、まあ、ちょっとそのジャンプじゃありませんからそこで体力を少しこう温存することができると思うんですよ。うんまあ、これをシークエンスがは今回その先ほども言ったようにクリムキンイーグルが入ってないので、あのー、まあそんなすごく疲れないのかなという構成だと僕は思いましたなんかイーグルやったりとかそんなにこれをシークエンス今回ね、えー、凝ってなかったと思うんですよ。うん、うんん だから、まあ、そういった意味では、ある程度、こう、息を整える休憩場所になってるんじゃないかなと思ってるので、まあ、このスピンの後にこれをシークエンスという、このコンビネーションをすることによって、まあ、あの、スタミナ対策を取ったんじゃないかなっていうのが、僕、ちょっと見てて思いました。ずっとね、あの、見てて、なんか、そんな感じかなと。で、アイスショーの演技とかを見て、すごい疲れがあったと思うんで、どこでこうね、息を整えるかっていうところを工夫するためにも、もちろん体力トレーニングってはそうだと思うんですけど、なんかね、演技全体に、 余裕を持たした感じがあったんですよ。うん、なんか疲れないように体力を温存するように、すごいこう前半中盤ねあの。 そんんなななにに体力を使わないような構成にしたんだと思うんですねだからあの4回転ループ4回転サルコのジャンプ転倒とかねミスがあったけど転倒すると疲れはもっとますけれども、まあ、そういったものも一応見越して、まあ、そういう余裕の構成余裕のゆとりのある構成にしたのかなって僕は思いました。はい、だから、えー、まあそういった意味で、えー、対策をとりながらねあの今期やってくるんじゃないかなと思います。 はい、そういうふうに思ったんですよ。であともう1つの、えー、スピン3つ中1つはそんな感じだったんですけど、もう2つ目はですね、まあ、トリプルアクセルからオイラー、えー、トリプルフリップっていうね、えー、超難しいジャンプをやったあとなんですよね。でそこから次、ステップシークエンスが入るんですけども、このステップシークエンスでもう体力全部使おうっていうね、まあ、そういう意気込みだったんでしょうね。うん、だから、あの基本的にコンビネーションスピンっていうのは一番最後になって、ブルー、パン で終わるる感じがあるんですけど、まあ、最近はそういう傾向減ってきましたけど、えー、いろんなバラエティーシいうかバリエーション豊富になってきましたけどでもその、まあ、最後にこうス,テップステップシークエンスやって、まあ、スピンっていうコンビネーションスピンでバンって,て終わるっていう感じがあったんですけどあの今回見てるとその、まあ、ステップシークエンス一番最後にやってるんですねその最後のステップシークエンスやる前に、あのーまあ、疲れてしまう。 ことが多いそのスピンを2つやるわけですよね、うん。コンビネーションスピンと単独のスピンだと思います。確かに足換えのスピンだったかな、はいまあ。とりあえずスピンを2つやるんですよ。で、あのこのスピン、めちゃくちゃ体力を使うんですよね。で、えっとまあこの、こういうふうにですね、まあ、ジャンプの合間にスピンを挟むことではなく、あのスピンを挟まずにです、ねえー、スピンをやることによって、えー、ジャンプを 難しいジャンプの構成をやりつつ、ですねスピンの配置をこういうふうにすることによって、まあ、疲れをこうなるべく抑えて、前半、中盤を過ごしたというか、流したんじゃないかなと思います。で、やっぱりここもすごい体を動かさずにです、ね、無駄な動きをあんまり取ったんだと思うんですよね、無駄な動き。うん それを極力取って、疲れを温存させるような、まあ、そういった感じで、ステファン・ランビエールコーチと相談したからやったんじゃないかと思います。で、ステファン・ランビエール先生は、まあ、以前、このキヒラリカ選手もですね、まあ、ついてましたが、まあ、世界選手権の時に、やっぱ、あの、えー、あの音楽ってね、なんとか g o ド d Bless You っていう曲で、まあ、繰り返しの多い曲だと思うんです。で、結構やっぱり単調な感じなんで、疲れが出てきてしまうんですよね。で、ステファン・ランビエール先生のところって、ちょっとその、 疲れがねあのスタミナが最後まで持たない。 選手が結構多いなっって思ったんでですよ僕の中でねだからそういったところも考えて過去の,その1年前のいろんなその選手たちのを見てですね、まあ、あの今季はこういう風にしていこうっていう感じで対策を取ってやっているのかなっていうのも僕はちょっと思っちゃいました、はい、だから宇野昌磨選手に関しても、まあ、全体的にプログラムゆとりを持つような感じにですねしてですねスピンの配置を工夫したりとかねしてもうステップシークエンスで最後燃え立つみたいな、うん、もうそういう感じで、ね やったんじゃないかなっていう風に僕ちょっと。あの 先ほど見てて思いました朝から宇野昌磨選手のこうボレルを見てねもう本当に頭の中ずっとあのくるくる回ってるんですよあの同じ曲がねもうずっと永久に回り続けてて曲ながなあの流れてない時もねなんか口ふさんりとかしたんですよね口ふさんざりとかね、うん、だからなんか,なんかすごいなと思って、うん、なんか癖になってるんですよそう癖になっちゃいますよね宇野昌磨選手の,あのボレルはね、うん、だからまあそういう感じでねあの体力を温存してやってくるんちゃうんで海外のね あの評論家とかはね、なんかそんなにその、そのまあ評論家というか、海外のフィギュアスケートをお話しする人たちは、まあ、宇野昌磨選手のこと、なんか結構、酷評というか、あんまりなんか今回ね、えー、好きじゃないとかっていう人、結構多いらしいんですよ、僕はね、僕の中でね、宇野選手、これ、トップです、うんあの、本当に皆さんね、意見が強かったら申し訳ないんですよ、僕の意見、はっきり言います、トップです。 うん、あの、え、宇野昌磨選手の今回のこのプログラムは傑作だと僕は思ってます。あの、本当にね、宇野、ザ宇野昌磨っていうプログラムだと思うんですよ。もうね、なんかなんいや、ザ宇野昌磨ではないな、この。ボルドっていう曲が、この音ハメするのって、あの、普通にタタラタラタラタタラタっていう感じの曲と。さ、なんかちょっとアレンジしてるんです。あ、アレンジの感じな、この音楽癖になりますね。で。 音をはめめるのっちゃ難しいですどっちの音にはめるかタタラタラタラタタっていうところのボレードの曲ともう一つんかトゥッテルトゥッゥルトゥッゥルトゥッテトゥッテってね曲が入ってるんですよでその曲どっちに合わせればいいのっていうその難しいっそこが非常に面白いですよねだからそういうのもあって 声がね枯れちゃったんですけどそういうのもあってどっちに合わせればいいのかってこう見てる側もなんか癖になっちゃうしそれをこう宇野昌磨選手が探ってどっちを拾っていくのかっていう。 あの曲が2つあの同じ曲の中に、ね、あるんですよねメロディーの感じがねだからどっちを取っていくのかど,っちどの振り付けをしていくのかどういう振り付けをしていくのかっていうのをこう探ってる感じがあるので僕はねこれ宇野昌磨選手非常に難しいテーマだなと思うんですよ。うん、だからこの難しいテーマは あのーまあ、なかなかトゥーランドットとかね、えー、荒川静香さんトゥーランドット」とか羽生結弦選手「生命」とか、まあ、その物語という感じではないと思うんですよね。 なんていうんですかね。あの難しいこう芸術家がいますよね、えー。絵描きがいますよね。絵描きがなんか絵の具みたいでうわーっとね絵の具というかうわーっとこう描いてる絵あるじゃないですか。あれってあのー、な,んかなんかすごい簡単そうに描いてる絵でもなんかすごいえっ、ー、と人気のある絵ってあるじゃないですか。なんか絵ってなんか例えば富士山の絵を描くときにあなんか写真みたいな絵だねとかってありますよね。うん、<coughs> なんかあこれ写真に見えちゃったって。 絵ありますよね。なんかすごい絵ありますよね。一方でなんかこううわーっとこう描いて何描いてるのとかなんかこう黒のね、えー、そのまあ黒のね、えー、黒いデザインだけどなんかま丸シュって描いて棒を描いてシュシュって描いただけででもそれでもなんか一見超簡単そうに見えるんだけどこれめちゃくちゃ芸術作品ってのありますよね。そういう感じがしたんですよ僕はね。うのそうませそういう感じ僕しちゃったんですよ。うんなんかね非常にこう 見てる側が考えさせられるというか、宇野昌磨選手も演技をしながら、えー、なんかど,ど,ど,どのね、えー、振り付けをこう探っていくみたいな、冒険していくみたいな、そう冒険ですよ、うん。冒険を僕は感じるんですよ、このプログラムに。だから、見てて、多分ね、次の試合も振り付け多分変えてくると思うし、ちょっとずつちょっとずつこう冒険をしながら、であの宇野昌磨選手、アドリブが結構得意だと思うんですよ。<laughs> だから そういった宇野昌磨選手の、えー、性質とかも見てですねこのプログラムはね多分今後しばらく癖になるというかね、えー、っと宇野昌磨選手自身も面白いんじゃないかと思うんですよ、面白い、うん、このプログラムをオリンピックで持っていくっていうのはちょっと僕はすごいしあのいい冒険アドベンチャーだなと思ったんで、えー、動画で撮ってるんですよね。うんはい そういうことなんですよな,なんで今日はちょっとこれでもう話終わるんですけどはいうん、野正真選手のね、えー、ボーレードがちょっとあの沼にはまっているのではい、えー、発表でした、うん、では次の動画ではバイバイ